赤箱すっげー一気に晴れた。おはようございます、カパパです。ここは大柄峠の駐車場なんですが、ここから登ってね、どこに行くかというと、はい、今日はね、立科山に登ってきます。寒いね。しかしあのね、雪は降ってませんけどね、まあ積もった後はありましたけどね、ずっとこっちは柵ですね。遠くに浅間山が見えます。浅間山からずっとですね、東屋さんにかけての山並みがですね、一望できます。だんだんね、急登になってきたね。日はね、上がってきたんだけど、すべてが凍りついてますね。気持ちいいよ。無表ですね。いやでもね、空気がね、小さくような冷たさなんだけど、すごく気持ちいい。わあ、綺麗だ。素晴らしいね。いいね。だから着たやつ好きなんだよ俺は。ワン。いや、トラップだよ、それ。トラップ、これは綺麗だな。無表の森だよこれ。うわ、輝いてんだこれ。綺麗だね。うわ、すごい。うわ、すごい、真っ白じゃん。クリスマスツリーだ。ここはすごいね。なんか魔法がかかっちゃったみたいだね、ここだけ。いやー、見事な無表だね。うわ、またすごいとこ出た。あれ、立科山か。おー、幻想的。まあ、今ね、ご覧いただいているように、霧氷の森を歩いてるんですよ。でね、霧氷の森っていうだけでね、まあ気温は相変わらず0度下回ってるんですけどね。あ、なんかね、書いてあるね。
ああ、なんか見たことある、これ柵の最高地点なんで。あ、これありますね。はい、8時43分、佐久市最高地点2380m です。こんだけね、霧氷が綺麗なとこって正直言って歩いたことなかったですよ。はい、あーよかった、木道が出てきたよ。ほっとするけどさ、この木道ほっとすると滑ってえらいことになりそう。これ何、赤谷の分岐。はい、このまますぐ行くと将軍平ですね。立科山荘ね、あと立科山の頂上、やっとここまで来た。あのね、まあ、何せね、風景がいいから写真撮ったり置き撮りしたりね、2人でやってるんで通常の 1.5 倍ぐらいかかってます。おお、ちょっとねガスっちゃったけど、目の前が立科山、やっとここまで来た。将軍平ですね。はい、立科山荘に着きました。はあ、すごいこれ水も柱で7合目から食っときよね。こっちの道から合流します。よいしょ。いやー、1年ぶりだね。じゃあ特別ね、疲れてるわけじゃないんで、まあいいウォーミングアップになりました。こっから山頂アタックですね。40分か50分ぐらいかな、行ってみたいと思います。まあ無表がすごいね、これ。頂上5分。いやいやいや、あと5分経って、ここはね、晴れてるわ、めちゃくちゃいいビュースポットなんでねダメだよ、口はかじかんでビューって言えねえよ。あと2登りぐらいすれば頂上の小屋ですね。山頂ヒュッて、はい、1年2ヶ月ぶりぐらいか。はい、あの去年はね、ここでちゃんぽん食ったんですよね。めちゃくちゃ美味しかった。よっしゃよっしゃ。そうなんだよ。
はい、まあここにいてもしょうがないんで、とっとと山頂やっちゃいましょう。寒くて、いやね、先週髪の毛切ったんだよね。まあ僕の場合ね、徳川さん嫌いなんで、あのここ十何年カズママに切ってもらってんだけど、今日はねそれがあだとなってね、耳の周りとか首筋が寒い。やっぱり後で切るべきだったね。まあそれはそれでいいんだけど、はい、11月の頭ね、立科山の上はこんな風になってます。ちょっと、はい、9時56分立科山です。面白かったんだけどさ、うわあ、うわあ、見て見て見て、すごい、一気に晴れてきたよ。わーお、白樺湖すっげー一気に晴れた。こんな感じでね、すごいすごい、はい、帰ろう、死んじゃうから。ご苦労さまでした。はい、指の尻尾が出してる。はい、これね1時間無理と死んじゃうんで、皆さんしたいと思います。口が回んねんだよ。はい、降りてきました。じゃあね、お腹減ってるんだけど、ちょっと頂上じゃ食べるとこないんで、将軍だればね、降りてなんか食べます。で、おうおう、下が晴れたじゃん。いや、いや、いい景色だね、これ。霧氷が綺麗。戻ってきました。Thank you.
のね帰りをね天正寺原から帰ろうと思ったんですけど、ちょっと天候があまり良くないんで、出発地のね大河原峠に戻りたいと思います。はい、大河原峠に戻ってきました。はい、下りはね1時間かかんなかったと思う。今年は八ヶ岳来るのはこれで最後になると思います。まあ、無標といい山を見れて、非常に満足してます。はい、それでは宇都宮に帰ります。今日も最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。カンポポでした。